クロード・ドビュッシーの牧神の午後への前奏曲は、1894年に作曲された印象派音楽の代表作です。この作品は、フランスの詩人ステファン・マラルメの歌に触発され、美しい音楽的風景を描き出すことに焦点を当てています。作曲いきさつやエピソードについては、ドビュッシーは新しい音楽表現を追求し、従来の音楽の枠組みに縛られることなく、色彩や音響の美しさを大切にしました。この曲もその一環として作曲され、自然の美や雰囲気を音楽で表現する試みとして生まれました。牧神の午後の前奏曲は、静謐な風景を描写し、穏やかな草原や光景が音楽で浮かび上がるような作品です。フルートやハープの響きが印象的で、柔らかな音色が美しい風景を描き出しています。ドビュッシーの革新的な和声法や音楽的アプローチが反映されており、音楽の美しい風景を体験するかのような作品となっています。曲の穏やかなリズムと透明感のある音色に注目してください。楽器の組み合わせが風景の描写を効果的に表現しており、個々の楽器の響きが美しい音楽の風景を形作っています。ドビュッシーの牧神の午後への前奏曲の作曲より18年経った1912年、伝統的なバレエのルールにとらわれない革新的なアプローチで、当時たびたび物議を巻き起こしていたセルゲイ・ディアギレフの率いるバレエ団、バレエリュスが、この美しい音楽をもとにバレエを制作するアイディアを提案しました。それによりレオン・バクストの美術とミハイル・ホーキンの振り付け、驚異の跳躍力で空中に静止するかのようだったと言われている伝説のダンサー、ニジンスキーが主演するバレエ、牧神の午後が誕生しました。このバレエは、従来のバレエとは異なる、印象的な舞台美術と動きが特徴で、音楽と視覚的な演出が絶妙に融合していました。初演当初は、一部の音楽評論家からは理解されず、批判されることもありました。そのため、ディアギレフは舞台を改めて構成し、翌年に再演されました。この再演でバレエ、牧神の午後は成功を収め、以後、多くの人々に称賛される作品となりました。ドビュッシーの独自の音楽スタイルと風景描写の美しさが高く評価され、バレエ、牧神の午後もその革新的な演出と音楽の融合が高く評価されました。この作品は、音楽と視覚芸術が結びついた素晴らしい表現として、今日でも多くの人々に感動を与え続けています。特に、ディアギレフによって再構築されたバレエは、芸術の進化と革新の象徴として、バレエ界に大きな影響を与えました。ニジンスキーによる鮮烈な動きもこの作品の魅力を引き立て、音楽とダンスの調和が見事に実現されました。その結果、牧神の午後の前奏曲をさらに世に広めたことは間違いありません。ちなみに1995年にパリオペラ座が、ニジンスキーの夕べと題し、ディアギレフの率いるバレエリュスの数々の演目を演じています。牧神の午後では、シャルル・ジュドが牧神を演じ、素晴らしい舞台を再現しています。この時の舞台の映像が YouTube 上にあったので、
リンクを貼り付けておきますので、興味のある方はぜひご覧ください。また話はそれますが、パリ、モンマルトルの丘のふもとにモンマルトル墓地があります。ここに伝説のダンサー、ニジンスキーのお墓がひっそりとあり、墓地の入り口には花屋もあるので、私も何度かお参りし、喧嘩しています。モンマルトル墓地には、バレエ音楽で有名な作曲家、レオドリーブ、他では作家、アレクサンドル・デュマフィス、画家、エドガードが、歌手、ダリダ、映画監督、フランソワ・トリュフォー等世界的に有名な方々のお墓もあります。同じくパリのペール・ラシェーズ墓地には、ピアニスト兼作曲家、フレデリック・ショパン、オペラの女王、マリア・カラス、オペラ、カルメン、の作曲家、ジョルジュ・ビゼー、オペラ、セビリア・ノルハツ氏の作曲家ジョアキーノ・ロッシーニ等、クラシック音楽好きは驚くほど、歴史的な有名ミュージシャンたちがひっそりと眠っています。パリの一般的な観光地を一通り回り、パリ観光に飽きたという方は、パリのお墓参りというのも面白いと思います。話が大幅にそれてしまいましたが、次はクロード・ドビュッシーの牧神の午後への前奏曲をナレーションなしのインストゥールメタルでかけますので、ぜひ聴いていってください。今後もこのような投稿をしていきますので、見逃さないようチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは、クロード・ドビュッシーの牧神の午後への前奏曲をお聴きください。